どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、スカイトラベラーアメックス、クレジットカードの解説ね、やっていきたいと思います。まあ、今回ねこのクレジットカードね、紹介するにあたってちょっと生放送でね、このクレジットカードのね、まあ、リクエスト、いただきましたので、ね、今回ね、動画作成しようということになりました。っていうのもね、このスカイトラベラークレジットカードっていうのは、マイルを貯めるクレジットカードとしては、まあ、すごいね優秀なんですけども、まあ、対象店がねかなり限られていますんで、ちょっと発行ね検討される方はね、よく確認されてからあのクレジットカードね発行するようにしてください。まずね基本スペックなんですけども、ちょっとここら辺ねバンって出しておきますけども、まあ、クレジットカード自体はね2種類あります。スカイトラベラーカードと、スカイトラベラープレミアカードっていう風に分かれておりまして、トラベラーカードの方は1万円プレミアカードの方は年会費3万5千円っていう風になっておりまして、基本還元率はどちらも 1%、航空券の購入に対して上限200万円まで、スカイトラベラーカードの方は 3%、プレミアカードの方は 5% っていうことで、かなりね、高還元のカードっていう風になりますよね。で、入会ボーナス、継続ボーナス、初回航空券購入ボーナスっていうのがありまして、スカイトラベラーカードの方は合計で8000ポイント、プレミアカードの方は、合計で2万ポイントがもらえるクレジットカードという風になっております。でどちらもね、ポイントの有効期限はなく、ポイントの移行先は、15社っていう風になりますので、ちょっとこちらもねあの後で解説させていただきますけども、でね、ANA マイルにね交換する場合、上限がね4万ポイント、こちら両方ともね制限があって、なおかつ移行するにあたってで手数料がね年間5000円かかってきますんで、そちらもね忘れないようにしていただいて、空港ラウンジですね、こちら両方とも利用することができて、手荷物宅配もついております。ですけども、こちらね羽田空港だけ対象外っていう風になっておりますんで、中部成田関空かな、こちらが対象っていう風になっております。で国際ブランドは両方ともねアメックスのクレジットカードっていう風になっております。でこのね、2種類のクレジットカードなんですけども、こちらね本当のメインの特典としては、航空券を、公式サイトで購入するとスカイトラベラーカードの方は3倍、プレミアカードの方は5倍になるっていう点なんですよね。っていうことなんで、スカイトラベラーカードの方は100円で3マイル、プレミアカードの方は100円につき5マイルが貯まるっていうクレジットカードなんですよね。まあ、ここだけねスポットで見るとねすごい特典なんですけども、基本還元率は 1% なんですよね。だから航空券の購入に対してだけすごいね高還元率のクレジットカードっていう風になってまして、こちらの還元率をね受けれる対象の航空会社なんですけども、ちょっとこれにバンって出しておきますけども、かなり多いね航空会社の航空券購入で高還元でね、購入することができます。日本の航空会社であるね ANA、JAL も入ってますし、まあ、ブリティッシュエアウェイとかねシンガポール航空とかも、こちらの対象という風になっております。でちなみになんですけども、こちらはね航空会社で、まあ、ポイント3倍ポイント5倍っていう感じでマイルが貯まるクレジットカードなんですけども、それ以外にも、日本旅行っていう代理店、あとアップルワールドっていうね代理店でも、こちらの100円で3マイル100円で5マイルがね、貯まるクレジットカードという風になっております。次にね、ポイントの交換についてなんですけども、まあ、こちらの100円で3マイル100円で5マイルが貯まるクレジットカードなんですけども、決まった航空会社で、購入するとこちらが3倍5倍っていう話をしましたけども、ですけども交換できるね、マイレージサービスはちょっとね少ないんですよね。でそちらもねこちらに出しておきますけども、こちらね見ていただければねもう一目瞭然なんですけども、 ANA はねあるんですけども、JAL がないんですよね。ですんで JAL の航空券に対してはポイントが貯まるカードなんですけども、 JAL のマイレージには交換することができないんですよね。これはちょっとね残念な点ですよね。こちらの ANA を除く、航空会社の場合は、1000ポイントがね、1000マイルで交換することができるんですよね。ですけども ANA に交換する場合はメンバーシップリワードっていうねプログラムに登録が必要で、こちら登録料がですね年間5000円かかってきますんで、 ANA マイルに交換する場合は年間5000の手数料がかかって、なおかつ先ほど言いましたけども上限が4万マイルまでっていう風になってますんで、ちょっとね ANA マイルに交換するっていうのもねちょっと別にお金がかかってきてしまうんですよね。この点はね本当にちょっと残念ですよね。こんだけあの
マイルにね強いクレジットカードであれば ANA も交換上限も、ね、手数料もねなければ結構いいなっていう感じなんですけども、ここはちょっとね残念な点なんですよね。ですので、まあ、手数料なしとかね上限なしとかで考えていくと、でおすすめ路線っていうとやはりね、ブリティッシュエアウェイズがね個人的にはおすすめかなっていう感じなんですよね。このブリティッシュエアウェイズのマイレージはブリティッシュエアウェイズのマイレージで JAL の特典航空券をね、発券することができて、まあ、ちょっと前まではですね、4500マイルでね羽田から結構いろんなところでねまあ、行けてかなりねお得なねマイレージサービスだったんですけども、まあ、ちょっと前にねあの解約必要マイル数が上がってしまって、まあ、今はですねだいたい6000マイルで、まあ、行くことができるっていう感じですね。まあ、東京から北海道エリアとか東京福岡とかね、6000マイルで行くことができます。これがね JAL マイルだと7500マイルっていう風になりますんで、まあ、1500マイルね片道から、節約ねすることができます。あと大阪函館とか大阪九州とかね、伊丹函館とかねここら辺も、ブリティッシュエアウェイズだと6000マイル、JAL マイルだとね本来ここ7500マイル区間なんで、まあ、JAL マイルで取るよりかは、まあ、少しね少ないマイルで、国内特典航空券を発券することができます。まあ、ちょっと今ババッと説明させていただいてまとめていきたいと思うんですけども、やはりこのスカイトラベラークレジットカードをまあこれ適している人っていうのは、まあ、基本的には飛行機をね利用して仕事をされている方ですね。でなおかつ自分でね航空券を購入して、まあ、建て替え払いみたいな感じで利用することができる方、もしくは JGC-SFC 修行ではなくて毎年のようにね ANA でも JAL でもねダイヤモンド修行を防衛みたいな感じでステータス修行されている方は、まあ、このクレジットカードねかなりおすすめなんですよね。というのもやっぱりあの SFC、JGC とかだとこのステータスまでね取ることができたら、まあ、その後ねそこまでねすごい飛行機乗らないと思うんですけども、上位ステータスをね毎年防衛みたいな感じで、まあ、されている方であれば、まあ、こちらのねクレジットカードを、まあ、発行して持ってるとね、まあ、航空券の購入は、まあ、毎年してると思いますんで、ってなったらですねこのスカイトラベラーカードのね力はすごい発揮できると思うんですけども、やはりリクマイラーでマイレージを貯めていて SFC、JGC は取るけども、まあ、その後ねすごい飛行機に乗るかっていうと、まあ、そこまで乗らないっていう方はですねなかなかおすすめしづらいねクレジットカードなんですよね。まあ、私自身ね昨年ダイヤモンド修行しまして、まあ、現金決済でもねだいたい80万円から100万円ぐらいの間でね、決済しましたので、まあ、こういう感じでね毎年、修行されている方であれば、まあ、すごいねメリットがあるのではないかなと個人的に思います。で最後にですね、入会キャンペーンの一応解説させていただきます。スカイトラベラークレジットカードはアメックスの、ね、クレジットカードっていう風になってますんで、まあ、アメックスのクレジットカードはね基本的に紹介で入会する方が普通の公式サイトでね入会するよりポイントが多くもらえますんでおすすめっていう風になっております。でまずねスカイトラベラーカードの方は入会で3000ポイント3ヶ月以内に7万円を使うと7000ポイント、まあ、合計ね1万円分のポイントがゲットすることができます。でプレミアカードの方は入会で5000ポイント3ヶ月以内で15万円の利用で1万5000分ねボーナスがつきますので、まあ、合計2万ポイントが、ね、もらうことができますので、もしねこちらのクレジットカードを発行検討される方はですね周りにねアメックスのクレジットカードを保有している方いらっしゃらないかちょっと探していただいて紹介ね受けてね発行した方が、アメックスをね紹介制度っていうのは基本的に普通に入るよりかはね紹介で入った方がまあお得っていう風になりますんで確認だけするようにしてください。いかがだったでしょうか。今回はねスカイトラベラーカードね紹介させていただきましたけども、やはりねあのスカイトラベラーカードは実費でねあの航空券をねすごいよく購入する方向けのねクレジットカードっていう風になりますんで、まあ、SFC、JGC とかねそういう修行で発行するっていうのはね、まあ、なかなかねメリットをね使い切れないかなっていうのがね個人的な見解ですね。先ほど言った通りね上位ステータスをねずっと維持してて決済していくっていう方であればねこちらのクレジットカードねかなりおすすめっていう風になるんですけども、まあスカイトラベラーカードもね年会費1万円ですし、プレミアカードはね3万5000円なんで、まあここがねかなりネックな部分でもありますよね。
今回の動画はね、こんな感じで、終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですね、こういうマイレージに関すること、マリオットボンベイホテルに関することですね、まあ、その他お得情報、クレジットカードとかね発信しておりますので、もしよければねチャンネル登録ねしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。